イブキゼリモドキは、セリカシラネニンジン属の多年草。別名、二イブキゼリ、小イブキゼリ系は直立し、上部は分子し、高さは30から100センチメートルになる。根室用と下部の葉には、長い傭兵があり、葉は、長さ5から10センチメートルで1から2回3、では上腹用になり、小葉は、卵形で右上に切れ込む。全体に無毛。はから月。 形状か分子した先端に複酸系過剰をつけ、5から8個の小酸系過剰をつける。花は直径1.5ミ、mm、リメートルの小さな白色の5弁花。複酸系過剰の下にある双方辺は線形で1から2個。小過剰の下にある小双方辺は線形で数個ある。果実は長大円型で、油管は文化の表面側の角、セミゾ下に2から3個。 文化が接し合う、合成面に4個ある、日本固有種。北海道、本州中部以北に分布し、山地帯から高山大下部の草地や林園などに生育する。本州は、従来、伊吹山に産することを理由として、和名を伊吹ゼリとしてきたが、本州は伊吹山にはない。伊吹山に産する本来の、セリはセリもどきであるので、本州は伊吹ゼリに似て、 非なるものという意味から和名を微ブキゼリもどきと解明された。同じように二聖武キゼリは村田県による解明である。種商名ホロピートラは完全なる花びらのの意味。タイプ標本は1879年に飯出山で採集されたもの。ありがとうございます。